どうもこんにちは、キョヘンです。あ、おー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 、どこ行ってんだ。おい、おー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 しない。おーおーおー、こっから、え、おーおーマジ出るやん、外。ちょ、行くなって。おい、今からサブ取るんだって。おー、来た、びっくりした。ちょ、ふざけすぎ、それふざけすぎ、マジで。おー、どっから入ってんだ。おーおーちょ、おーおーちょ、座れ。収集がつかない。収集がつからん。収集がつからん。お湯の話。違う。バスタブにお湯張ろうか張らないか。噛んだ。つからん。噛んだんだ。お湯肩までつかるかつからん。はい。俺の被ってんね。うん。まずね、そう。俺ちょっとやりたいことがあるんだけど。おい、ちょっと待って。おい、カメラ持ってるからできねえんだよ。なんでなわけ。やめろよ、マジで。止めらんねえんだよ。マジで。カメラ持ってるから止めらんないって。やめろって。おい、ちょ、無理、マジで。マジで無理。やめて。ほんとに。今、いけないんだよ。いけないの、カメラ持ってるから。ってことで、おーい、ちょ、待って。やめろって。俺の体、ちょ、何してんの、ちょ、やめろ。やめろ、マジで。バンっていった。バンっていったもん。やめろお前。俺のミスはなんかやる。だからそうだよ。またね。またねじゃねえんだよ。待って。サブのオープニングでしょ。サブのオープニング。これからの固定の。あ、これ固定。あ、これずっと流す。誰が見てるんだ。サブチャンス。誰が見てるんだよ。俺ふと思ったんです。俺っていいやつだなと思って。バカなの。は？何が？え？バカ。どうしたら？こわ。何が？え、殴っていいの？殴ってくないよ。ダメだ。ダメだよ。俺に言われて嫌なこと選手権。もう動画始まってから全部嫌だけどね、今のところ。収集がつかない。やだった。普段めっちゃバカみたいな感じのキャラでやってんのに、いざ司会するってなったらちょっと声張り目になるとことかやだ。ああ、やだな。なるほどね。それマジなやつやん。もうふざけ切ったまま MC すればいいのに、そういう時だけちゃんとしようとするとか。それマジなやつやん。それやめて。ほんとにマジなやつやから。それ想像で俺この時嫌だろうなーみたいな、でもいいし、実際に君たちが体験した嫌なセリフでもいい。とりあえずそれを出してほしい。早いやん。お前が作ったテロップ超ミニキーな。それはさすがに言われたことはないけど。ないよね、言ったことないと思う。もしね、もうそうだね、編集のことでなんかそういう感じで来られたらちょっとイラッときそうだなっていう。そうだね。誰が言うてるんだじゃね。リアルだな。あ、もう早いやん。すぐだろ。もうできたの。もうできたの。お店で注文するときに3トン高く声出して注文するやつ。ああ、しますね。ココイチ、はい、注文なんですか？ビーフカレー一丁。ほんとやめてほしい、お前。ほんとやめてほしい。これマジなのよ。これほんとに、マジなんだよ、ほんとに。これね、そう、割と持ってるかもしれないって思うかもしれないけど、結構マジです。これマジ。ビーフカレー一丁、こうすると、一発で引き取れるのよ。一発で。まあ、もうないよね。あるね。早いね。まあそれこそちょっとかぶっちゃう感じにはなるんだけど、やっぱそのテロップに文字起こしした時にこの記号になっちゃうところ。もう編集者の意見とか、あともう語尾がキモい。語尾がキモい。ああ、最近もううわもうまたやってると思ったのは、なんかねサブちゃんでね、バカバカいえ。何それ、どういうこと、どういう意味なのそれは。バカバカいえ。何全然意味が違う。違う。あれ俺言われたらもうちょっと無理だわ。やっぱりもう終わってないのに今もう開けてるの。はい、どうぞ。誰に電話してるのか知らないよ。誰に電話してるか分かんないけど、なんかお前が電話してる時大体なんか「そうなんだ、そうだね、まあ君もそういうとこあるからね」みたいな、このウィスパーボイス、あれ腹立つわ。もうさ、なんか上でさ、上行ってる時になんかお前真っ暗な部屋でやってるじゃん、電話。よくする、よくする。そん時にちょっとこの微妙に聞こえるか聞こえないかぐらいのこの音量でもう耳障りだわ、あれ。鬱陶しい。ウィスパーボイス、腹立つわ。うるさいじゃん。
うるさくねえよ普通のトーンで喋ったからだからキモいねそれがそうキソいマシマシそっかそうだねあーこれはよくやるよくやるうぜーうぜーうぜーおいまだあるまお前も早いな人のこと呼ぶとき君って言うじゃん結構うざいあ、言う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  うざいねーほんと出てくるねよくマジいやいやいっぱいあるよまだまだあるよまだまだあ君って言うね俺君うざいよそれはうざいごめんそれは俺も思うわうざいってお前注射下手だな普通にこれは結構言うんよこいつお前誰が言っとんねんって免許すら持ってねえやつが何言ってんだってブレーキもっとゆっくり踏めようとかもう言われたことあるしあれお前どこでやってんだよってねお前一回も運転したことないかもしれないけどそれうざいなうざいかなそれな確かにあの車でよく編集するじゃん俺は運転しててなんか後ろでこう編集とかしててイヤホンして編集してでしょ、うん、で強編に話しかけるじゃんあ俺なのかな俺に喋ってんのかなうんあれ一番うざいいやもうそのセリフもうざいし、うん、その顔も顔がもううわうぜえ確かにあれあれうざいかもな確かにそれうざいかもなショッピングとかするじゃんあるのあるうわこれすごいなえこれ出てくるなんですぐ出てくる一生出てくるわえてかさこれすっごいほぼ実際だよね俺言ったよね想像でもいいですよってこれほぼ実際だよね確かにそれがまたすごいよね確かに服とか買っててあの恭平にえどれがいいって言った時にああああこっちっつってまあなんでって言ったらもう、なんとなくみたいな理由ないやつね、まあ、いいじゃん、はい、いいじゃんみたいなさっき、はい、これ良くないっつっても、うん、もういいんじゃないみたいな、ね、その適当な感じああ、分かる分かる、うん、主張してこない、ね、自分の意見をそうそうそううん、助け合いはいはい、はい、ね俺がオフホワイトの黄緑の服を提示してで、バーバリーのピンクのパーカー提示したの、うん、俺どっちが似合うかなお前ピンク似合わないよって言われて俺ピンクをやめてこっち買おうとしたんだよね、したら今月こいつがピンク買ってんのうわそれは自分が欲しいから俺に買わせないでこっち買わさせてこっちを自分で買ってんのあーそれはうざいなうんすいませんでしたそれに関しては本当に性格悪いなって俺性格悪いなって思うそれはそれね結構俺反省したマジで顔に映ってんだよそれね実際結構反省したやつ家の普通家であ家で普通に喋ってる時とかいいじゃんくしゃみした後ね痛いっていうめっちゃうざい超うざいあれめっちゃうざい本当にうざいマジでね、これはね、もうほんと昔からそう昔からだね、これからしては、ほんとに昔からずっとめっちゃうざい、なんでしょ痛いもう、俺らもう慣れてきて、ネタみたいな感じで真似たりとかしてるけどもうほんとに当時はね、はぁってなってハクション、痛いって意味わかんないはっきり言うしっかりといや、俺結構喉に引っかかるくしゃみすんの喉を痛める痛いなんとなくこうアクションウェイみたいなこの余韻が残る人ってまあちょいちょいいるこんななんか語尾までしっかり痛いって言う痛いでしょそれはもうそこだけ滑舌いいんだよなめっちゃはっきり言うのあのストレス軽減のさ何ストレス軽減のチョコのギャバっていうのがあって赤いパッケージめっちゃ食うよ俺めっちゃ食うよ本当にマジで毎日食ってるじゃん毎日食ってるあれこうポンって置いてある時にこう袋開けて全部一気食いするのそん時に「ザンダー!」がうざいそれはお前が悪いよ俺買ったやつお前が全部食うガー食ううざいんだよ何が違うとこれストレス軽減しようと思ってこう食ってるのにふざけんなって言われてまたストレス溜まっちゃう俺買ってるやつだけどなそれギャバ足りなくなっちゃうよそうこっちの身にもなってほしいめっちゃ溜まるわあれストレス俺がムカつくマジでムカつく俺がマジムカつくそれは本当に、うん、なあお前なあと R1 とかも飲むしなここ置いてたら
パッパッ、ごくごくうまかった、へぇバカじゃねえの、マジでふざけやがって、怒ってる、怒ってる、あ、ちょっと俺欲しいよ、こういうの、おいおいそう、おい、ふざけんなよ、それふざけんなよそれこれだよ、これ